皆さん、こんにちは。こんにちこんには。ちは。こんにちは。グラスジャンボリーファンミーティングにご参加いただきありがとうございます。全国のグラスジャンボリーファンの皆様に楽しんでいただきたく思い、このファンミーティングを企画しました。スペシャルゲストとともに、グラスジャンボリーの思い出をたくさん語っていただきたいと思います。それでは早速、本日のゲストを紹介いたします。指揮者の曽我大輔さんです。お願いします。よろしくお願いします。さあ、そして本日はファンの皆様にもお集まりいただいておりますので、皆さん自己紹介をお願いしたいと思います。ヒデオさんからお願いしてもよろしいでしょうか。お願いします。今日はよろしくお願いします。ヒデオと言います。2016年のブラスデンボリーから参加させていただいてます。あと、楽器やってるのはホルンをいらしていただいてます。はい、それでは次に、リクさん、お願いします。オーボエをやってます。リクと言います。ウラスジャンボリは2016年からだ、毎年参加してると思います。よろしくお願いします。はい、それでは次に、ハルさん、お願いします。はい、春と言います。トロンボーンを吹いています。2013年から4回ほど出させていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんありがとうございます。今日はこれまでのブラスジャンボリのことをたくさん話しながら交流していきたいと思います。では、早速始めたいと思いますが、このブラスジャンボリはもう10年も続いてるイベントなんですよね、曽我さん。そうですね。最初2010年っていうとね、なんかすごい大昔のように思いそますけうですね、ど、もうあっ10と年いうも。間の感じで10回やってきましたよね。はい、はい、そうです。最初、そうですね、舞台が大桟橋に決まって、やっぱ特別じゃないですか、これ、僕大、毎回日本大通りからね、歩いていくんですけど、この左手に横浜港が見えて、ね、この景色を見ながら、この坂上がっていくとね、テンション上がっていくんですよね。で、中に入っていくと、そのクジラのお腹っていう、言われてる、そのホールがあって、なんかすごいいいロケーションですよね。本当にそうですよね。こういうことって、イベントでもなければいかないですよね。あ、そうそうそう。で、控室からね、この氷川丸が見えるんですよね。この氷川丸っていうのは、私の母親がですね、この氷川丸最後の航海で留学したんですよ、アメリカに。ワシントン州なんですけどね。なので、なんとなくこの氷川丸見ると、特別な思いがあるっていう感じがしますね。そうか、10年前ね。あんまり覚えてないんですけど。一番はい。最初の時ですよね。ちょっと見せてもらいましょうかね。そうですね。今日 VTR をご用意してますので、第1回目の様子をちょっと皆さんで見てみたいと思います。この第1回目、曲はどんな曲を演奏されたんですか？曲は割と海にちなんだ曲っていうのでね、例えば海の歌であるとか、ウェールズの歌であるとか、この時は折田さんも指揮されましたから、一曲ね。その時は僕はサイレントベースにもあったりそうなんですしたんですよ。ね。で、その中で、ブラスジャンボリーのためのファンファーレ、実はこれ、
今演奏されてるバージョンと若干違うものだったんですね、最初の時っていうのは。あのであるとか、そのちょっと楽譜を配信したいっていう話もあって、あのラディスキー行進曲を吹奏楽用にちょっと編曲したりして、オリジナルアレンジ曲というふうなことで、はい、こちらのラデッキ行進曲も、ちょっと映像がありますので、ちょっとこのオリジナルアレンジ曲も聴いていただこうかなというふうに思います、うん。あれですね、こうやって改めて聞くと凄まじい合奏だったりしますよね。そうですね。まあでもね、あのこういうラデッキ行進曲とか宝島とかそういうのは、うん、あの年々その様になっていくっていうんですかね、みんなリピーターの方も含めて、はい、なんかその様になってていい感じで定着していったっていうことがあると思うんですよね。はい、はい、まあ、1回目の映像であったり、今ラデッキの2013年ですね、こちらはお聞きいただいたんですけれども、曽我さん、これ他にも印象深い、ここは逃せないという印象深い年ありますか？やっぱりあれですよ、雪の回でしょ。なるほど、ね、雪の回です、ね、雪降っちゃったみたいな。ああ、うち出ようと思ったらドアがあの雪で開けられない。あの年はでも本当に、2014年ですかね、あの結構大雪が降った、はいはい、年だったんですけれども、うん、すごかったですね。で、まあ電車が起き出したんで行ってみて、この回誰か来るのかなって思って400何十人来たんですよね。そうですね、はい、結構あのたくさんの皆さんに来ていただいたという、はい、ただ楽譜が間に合わないとかね。ああ、そうですね、どうしても道路が、はい、ダメで、そんなことも、はい、実は楽譜がずっとどうしても届かなくって、はい、あれですよね、特別講座をされたというような、特別講座って言いますかね、あの、さかなクンと最初の回もあるじゃないですか、共演だったじゃないですか。これも V ありますか？そうですね、はい、V がありますので、はい、ちょっとあの、14年は参加された方がいらっしゃらないんですけれども、まあ、どんな様子だったかというのが、ちょっと V がありますので、はい、雪の様子、ちょっと見ていただきたいなと思います。じゃあ曽我さんからちょっとゲストのお話ししていただきながら、皆さんとも会話していただいてもよろしいですか？そうですね、毎回ゲストの皆さんとは初対面のことが多いんですけども、まあ、最初から、まあ、昔共演したことがあって知っていたのは北村英二さん、もう北村英二さんね、あのお年にしてまだまだ格尺とされてっていう言い方あれなんですけども、はい、で実はそのこれ一番最初の回ですか、2011年の回終わった後に北村英二さんとちょっとお食事させていただいて聞いたのは、はい、北村英二さんの、まあ、戦後になってあのジャズが流行り始めてどうしてもやりたかったと、でクラリネットが欲しかった、うん、なんか1年間かお金貯めてで中古のクラリネット買ったんですって。その通り、そういう話で、その間何してたかっていうと竹を切ってきて、
で、それに、なんていうんですかね、マジックかなんかで、穴のところに全部印つけて、はい、指使いだけ練習してた。すごいですね。すごいですよね。やっぱりその、ああいう方に出会うと、音楽家の魂っていうものを感じますよね。うんうん、本当ですね。滝か、すごいな。あとは、あれなんですね。ほとんど、ここで初対面なんですね。ああ、そうなんですね。うん、斉藤悟さん。あ、はい、斉藤悟さん、あれですね。湾岸署の方っていう。イメージとしてはもう、イメージの方はもう湾岸署なんですけど。やっぱり、実直ですよね。なんかね、やっぱり普段、テレビとか映画の画像で見るような、お人柄がそのまま現れているような方で、うん、あの回もなんか、いい感じだなとか思いながらやってました。で、その後が、あ、そうですね。で、さかなクン。さかなクン。もう、さかなクンがね、もう、すごい、ね。まあ、その後も結構、ブラスジャンボリー以外でも、なんか、お会いしたこともあるんですけど、でも最初からね、雪の回だって、さかなクンの、さかなクンさんの人柄がなければ、成り立たなかったかもしれませんしね。はい。うん。まあ、本当、いろいろ一生懸命ですよね。うん、で、その後ですよ、クワマンさん。あ、クワマンさん、なんか渋い感じで、ニヒルの感じでいくのかなと思ったら、もうついぞ、さかなクンのページに押されっぱなしっていうね。クワマンさんと、さかなクンの共演なんて、なかなかテレビでは見られないですけど。なかなかレアな、うん、はい、組み合わせで、ね、ここでしか見れないという。そういう感じでしたね。うん、あとは、上野浩平さん。この時ね、面白かったのは、ヤマハのモデル3つ用意してください。うん、まあ、ヤマハの、まあ、初心者向けのものと、それなりのものと、いいやつと、超いいやつとっていう。超いいやつってのは、カスタムモデル。上野さんが好きって言って。うん、で、まあ、本番始まる前に、機械室でちょろちょろと吹き比べしてもらったんですよ。あんま変わんないんじゃないと思ってたの。そうしたらですね、会場で吹き比べしたら、もう、これはもう、歴然と違う。ね。やっぱり、いい楽器というのは、美しく遠なりがするっていうね、うん、そういう思い出がありますよね。ああ、そうか。それで、中川英二郎さんね。うん、いい音ね。そうですね。うん、やっぱり、ブラッシュアンボリーってある程度、音を PA で拾わなくちゃいけないので、それがなんかどこまで伝わったかっていうのが、うん、ちょっと分かんないんですけど、うん、でこの時はね、そばで聞いていて、本当にトロンボーンっていい音がするんだなっていうか、中川さんの音がすごいいい音なんですよね。あったかい音で、テクニック以上にやっぱりいい演奏家っていうのは音だなっていうのはね、残ってますよね。はい、でその時に岡部真知さんが、まあ、私もあの時はちょっとね、職場放棄させていただきまして、一緒にサイレントベース弾かせていただいたんですけど、はい、なかなかね、それはそれで異色の回って言いますかね。そうですよね。そしてあれですね、まあ、第1回目の織田さんがあるんですけど、まあ、織田さんはね、今度ゲストで。そうですね、第2回目のハイファンミーティングの方で、はい、ゲストでいらっしゃいますので、はい、その時に織田先生にもいろいろお話伺おうかなというふうに思います。じゃ続いて、ちょっとゲストの皆さんにもこの思い出についてお話しいただきたいんですけれども、じゃまずは先ほどと同じ周りでもよいですかね、秀夫さん参加した回で、はい、こう思い出深いというか、この回良かったなっていうふうな思い出何かありますか？一番最後の19年の時のアルバーマ、アルバーマ曲、はいはい、あれ僕あの時初めてやらせていただいたんですけど、はい、あれを初見でやるとは思わなかったです。でもすごくいい曲で、はい、あの後はなんかあの曲ばっかり聴いてます。あ、はい、なるほど。あとは友達と誘い合って一緒に参加するのがすごく楽しい。みんなも楽しいって言ってくれるんで、うん、なんとかこれからもやっていきたいなと思ってます、うん、ありがとうございます。確かに、まあ、アルバーマ初見きついですよね。はい、ね、それはイキさんもすごい首をこう本当にそう思います。いや、まあ、ちょっと今この今日の話題に入ってないかもしれないんですけど、
毎回選曲の苦労というか選曲の楽しみっていうのがあって、はいはいはい、前これでやっちゃいましたから今年は何やりましょうかとか、今年ね公開される映画はあれだからあれやりましょうかとかそれから時事にね関わるものであるとかね、うん、でもその吹奏楽のレトロからなんか引っ張んなくちゃいけないよなって言って、うん、だんだんなくなってくるんですよ。そうです、うん、コーディルとかやってたりホルストとかやってたり、 あ、 ました、ね、あれもあったよ。ボーイゲームスもやりましたよね。ああいうのやってっていわゆる夏メロっていうのをやってて、うん、でもそろそろアルバムじゃないそういう話になってやったんですけどまあ知ってる人は知ってますよね。そうですね、うん、でも初めてはきついと思いますね。はい、確かに、はいはい、ありがとうございます。アルバムがすごく大変だったというところもあり、うん、はい、じゃあ続きまして、リクさん何年か思い出のありますか。自分はですね、まあ普段ちょっと僕実は吹奏楽じゃなくてオーケストラに乗ってるんですけれども、高校のオーケストラでバンドのための民話をやった年があって、管分奏で。で、その年、2018年でしたっけ、あれ。やったじゃないですか、ブラスジャンボリーでも。で、その時なんか指揮者体験みたいなのがあって、で、本番ちょっと振らせてもらった回がすごい印象的で、この楽譜をちょっともらって、バンドのための民話と楽譜をもらって、ちょっとその時にもらった指揮棒はちょっと残念ながら折れちゃったんですけど。いやまあ折れちゃったんですけど、結構 大事に今でもたまに見返したりして思い出に残してます。指揮棒はね折れないと危ないんですよ。うん、そうです ね折れて使えるようにならないと、ね、あんまり強すぎると狂気になりますからでもすごいですね、指揮法。私はスタッフだったんですけど、はい、すごい私も出たかったんですけれども、はい、出ていただいたリクさんが今日いらっしゃってくださったっていうのも嬉しいです。すごい元気が良かったの覚えてますよ、ね、でもオーボエっていうのはあれじゃない、2人ともあれですね、ホルンにオーボエてきた日にはあれじゃないですか、ギネスブックにも載っている世界で一番難しい楽器ベスト2じゃないですか。本当ですね、同率1位なのかなね、そうですね、どちらも金管とも変えそうですもんね、うん、そうですね、なってます、はい、すごい、ありがとうございます、うん、はい、では次は春さん、ちょっとお話を聞かせていただいてもいいですか。はい、私2013年から毎年参加してたんですけど、その先ほどちょっと話題にあったその2014年の雪の年なんですけど、朝私ちょっと雪国で友達と一緒に参加する予定だったんですけど、駅までは頑張って吹雪の中行ったんですが、新幹線が朝から止まってしまって、でお昼ぐらいまでずっと待ってたんですが、結局動かず、もうその年はもう断念をしてしまいまして、すごく残念な思いしてしまって、また来年こそはという思いで参加させていただいたのはすごく今いい思い出ではあるんですけどもあとは実際参加して、一番印象に残ってるのはやっぱり去年 の中川英次郎さんの時ですね。瞳 のソロがやっぱすごく素晴らしくて、同じトロンボーンなのになんであんなにいい音が出るんだっていうのはすごく実際聞いて思い知らされました思い知らされた。あとルパンの曲も一緒にやったんですけども、毎年曲のレベルもなんかすごくハードルが上がってるような気がしてルパンは初見ですごくヒーヒー言いながら吹いたのを覚えていますいや毎年選曲でね、難関の曲っていうのがあるんですよ。はい、形になるのかなこれって、うん、一番多分今までの中で難関は踊る大捜査さんですよ。 あれはね無茶うん、踊る大捜査線はもうね、斉藤さんがいらっしゃったからやったんですけどね、まあ、そうですよねなかなかあれは無茶でしたね。去年の、まあ、ルパンも私もう大体職は放棄してましたから、ベース弾いてたからあんまりよく分かってないんですけどねやっぱり苦労は苦労なさったんじゃないかと思います。中川さんね、やっぱりいい音なんですけど、音だけじゃなくてね、自然なその歌
本人ご本人の持ってらっしゃるその歌にするなんて音楽を歌にする力っていうのかな、はい、そういうのも感動しましたね、うん、なかなかああいうふうにナチュラルな感じでトロンボーンがあの体の中からトロンボーンが出てきてるって言ったらいいのかな、はい、その自分の声がだからそのままこのトロンボーンになって伝わってくるっていうのも、うん、なかなか聞けないですよね、はい、うん、本当にそうですね、うん、皆さんありがとうございました。本当にさまざまあのまあいろんな都市で、ね、思い出がたくさんあるこの回ですけれども、まあブラスジャンボリーといえばやっぱり曽我大輔の吹奏楽講座。